スを探り、さまざまなミュージックシーンの足跡をたどる「なりきりバンド講座」。今夜のゲストはカシオペアだ。素晴らしいアダルトなゲストをお迎えいたしました。カシオペアの皆さんです。どうも、はい、こんばんは。というわけなんですが、藤木はね、今日はね、非常にやりにくいです。カシオペアといっても、もうナルチョなんかはですね、もう生まれてから、知り合ってから人生が長いんですよ。もう、なんでもない厨房の頃から知られてるっていうことで。そうだよな。こうやって司会者とゲストという形で対面してしまったという、高校の先輩などもいるので、高校先輩突っ込まれると恐ろしいんで、早速早いね。早速今日のテーマ行ってみたいと思うんですが、やはりカシオペアの皆さんを迎えたということで、今日のテーマはインストゥルメンタルミュージック。何でしょうか、ちょっとなんか弱いですが、まあ、インストゥルメンタルミュージックということで、このインストゥルメンタルミュージック3本しよう。早速今日は3本ですね。3本って書いてありますからね、うん、はい、これで行ってみたい。このさっきのガムテープが味くっつけたから早速1本目行ってみたいと思います。1本目、ギャッ、出ました。渋いね。ザ・ベンチャーズ VS 寺内たけし。たけしと言い切ってしまったことがちょっと恐ろしいですね。たけし大先生でございますが、これはまあちょっと一発目ということで、
ね、この辺のこだわり、カシオペアの皆さんにもちろんあると思いますが、早速 VTR の方にガッチリまとめてあるんで VTR 行ってみたいと思います。 VTR スタート。やや強引なこの顔合わせ、常に記憶の彼方に追いやられたあの力道山対シャープ兄弟の試合を彷彿とさせるザ・ベンチャーズ対寺内タケシ、まさに夢の東西対決だ。はい、ということで、もう確かにこの対決、東西対決というか日米対決、これは言えてますよね。なんか元祖だよ ね、 元祖だよね。やっぱ同じ世代って感じなんじゃないか。はい、でもそれでこの対決ということで、うん、こんな、こんなもんまで作っちゃって、日米エレキ大合戦のこれです。こっちですか。これすごいね。サルカニ合戦じゃないかな、怖いね。これ寺内先生のギター見てください、これ。もうほら、体の大きさで負けたってもギターじゃ負けないっていうね。すごい、これ金ダメでしょこれ。これね、まあでも勝敗ってどうし、これクイズ、これは難しいよ。これはね、やっぱりね、大きな国際問題に発展するよこれやっちゃったら。先輩だけど。さっきのこれ VTR のなんかポロポロっとこの、いや寺内先生も大変でっていう。何で電気屋の息子だとか。ということで今挙手という形で行かさせていただきたいと思います。まず、このノーキーエドワーズ率いるベンチャーズの勝ちだと思われる方どうぞ。勝ちだぞ、勝ち、勝ち、ああ、ちょっとやっぱりね、いや、なんといっても寺内大先生の勝利だと。これは一年その他、その3名の方々は引き分け、引き分け、引き分け、うん、非常に政治的配慮。さすが、さすがなんか中道路線のやはりこのインストゥルメンタル中道路線。そうです、ということね、やっぱこれ荒波は波風は立てられません。寺内先生見てらっしゃると思うんですけど、すいませんでした。電気屋さんなんてちょっとダメだよね。話かじゃないんだから。早速じゃあ第2問目いってみたいと思います。2問目なんだよ。2問目クイズか、これは。2問目パンってことは俺だけないと思う。やりだな、これは。でもちょっとこれはすごいんだけど、早速このジョージ・ベンソン VS ジェフ・ベックということで、早速 VTR に行ってみたいと思います。どうぞ。同じギタリストでも全くタイプの違う2人の戦い、これはまさに女子プロレスの強者アザコングと元横綱北尾が戦うようなもの。ジョージ・ベンソン対ジェフ・ベック、勝敗はどちらに。アザコングと北尾ってすごいな。あんまりだよそれ。見てみたいけどね。見てみたいね。これでもジェフ・ベックとジョージ・ベンソンっていうと、うん、これやっぱりあまりにも違すぎるよね。違うよね、うん、まあ同じギターはギターだけどね。野茂さんだって最初に僕が音を聞いた時は、うん、ジェフ・ベックのようでしたからね。で、3人組ハードロックバンド。そうやってましたね。でで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 でスコトンってなってて、あら原宿青山アホばかりとかやな。あははは、知らないよね。これはすごいかっこいいみたいな。いやね、ほんとそうなんちゃってね、最初見てこうなんかこうヒゲでこうテレキャスでこうやって弾いたわ。そうなんだね、ブーブーしたんだね。それが気がつかない目にね、このね爽やかミュージックに爽やか、爽やか、ここは爽やかだねか。ということはなんかジェフ・ベックを通過して結構その次なんかジョージ・ベンソンがマリっていう感じがある、ね、そうだね。ジョージ・ベンソンこの間一緒になる時あったんでね、何回かね、うん、ジャズフェスとかで。でも最初画期的だったよね、パガリーラかシビラバラバラとかなんかこう言いながら弾くっていうのが、もうパガリーラなんかギターリストの大橋巨泉さんみたいな。なんだ。あの粘りが嫌なんだ俺。どうしちゃったんでしょうね。この粘りが。狙いがあるのかな。え？狙いがあるのかな。狙いがあるんだしやっぱり。もう無理やりということで、よし、勝敗をつけたいと思います。うん、ではまず、ジョージ・ベンソンさんの勝ち。そうですね。野呂さんは今はこれは言わざるを得ませんね。今ジェフ・ベックの勝ちと言ってしまったらいきなりこんなになってしまった。ジェフ・ベックの勝ち。よーい、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 なんか全然決まんないじゃん。嘘ばっか。ダメだ。じゃあもう早速続いて3本目に行ってみたいと思います。3本目ポン。あ、これはあのなんていうかこれですよ、インストゥルメンタルミュージックは、ね、私が声を大して言うほどのこともないですが、これです。ラリー・カールトン先生対リトナー先生。なんかリトナー先生って感じが、先生が最近ピック使ってません、名前似てない、この2人ってなんとなく、似てないかな、似てないよ、ラとかリとか多いよね。これなんかよく間違えてる、間違えてる。じゃあ早速、こいつも VTR がガシュタンで行ってみたいと思います。どうぞ。ラリー・
ー・カールトン対リー・ミートナー、コーズつけがたいウエストコースト、トップギタリストの対決、まさにフュージョン界のジャンボ鶴田対長州力戦と言っても過言ではない。でもノーザンは結構ダイレクトにやっぱり影響を受けたと言って、そうだね、ちょうどだからカシオペアみたいなのやり始めた頃、この人たちがバーンと出てきてね、はいはい、それで結構衝撃的だったよね、なんか同じような感じでもっとうまくやってる人がいるみたいなね、うんうん、でもキーボードが出てきたよね、その頃からね、キーボードプレイヤーってのだいぶ、それでハンコックみたいなのかチッコレみたいなドーンって出てきたりとか、強力な、この後結構キーボードの時代がやってくるんだ、うん、そうだね、新世キーボードの時代が、そうなんだ。何をなるんですか。そうかと思って。その時代は来ないなと思って。だけど、まあそうだよ、でも結構そうは言いながら日本のロックの役からずっと全部それを通過して大学に活躍なさってるわけですから。ユーザーさんかじゃん、俺。俺はなんか親しげに話しかけてますけど、寺内先生とだんだん並び称されるんで。もう寺内を生きながらにしてロックの殿堂入りって噂。もう移行するかね、こっち。はい。で、これも難しい。これも難しいね。リー・リトナと一緒にレコードやった関係だよね。うん、それは関係だよね。向かいへフォロー。それがあるんで、まあじゃあ挙手で行ってみたいと思います。行ってみましょうか。ドラマの意見だから。ラリー・カルドさんの勝ち。やっぱね、歪んでるんだよ。歪んでる。音太い。音伸びるんだよね。伸びる。コピー。ロック派からはじゃあそういう意見が出ますね。コピーしやすい。コピーしやすい。さあ、リー・リトナさん。ああドラマは初めて強いでしょ、これリーダー全然玉むしろだよ、いやあれリーダー音楽に勝ち負けはない、おお何でしょうか、これは溜めてたフレーズじゃないですかそして今日の企画はこれでボロボロになって勝ちも負けもありゃしねえだってということで、まあ3本勝負インストゥルメンタルということで見てきたんですが、これはもう混沌を極めてさらに訳分かんなくなったということで、この辺でこのインストゥルメンタルミュージックに対する一つの結論、このシーンに対する結論ということで、次のコーナーですね、カシオペアの皆さんが素晴らしいインストゥルメンタルミュージックファンにプレゼントしてくださるということで、やっぱやった方がいいのかな、お笑いかな、お笑い、お笑い、これはすごいです、この後もうなんかファンじゃなくなる人いるかもしれないですあのね、全てトータルでコーディネートしますからね、やるんだったらば、うん、その辺をお見逃しなく、うん、とことん、とことん、パーティー屋みたいなこと言ってますからやるときはやると、じゃあその一発をちょっと行ってみたいと、始まりは分かるもんね、じゃあ早速Back to 1978.
すがにですね、もうこういぶし銀というか、やはり日本フュージョン界の重鎮、素晴らしい演奏だったんじゃないかと思うんですが、ちょっとまあ衣装とセットの方がやはりカシオペアさんからの希望だったということを付け加えておきたいと思います。はい、